筑前国はかつて日本の地方行政区分だった両政国の一つ、西海道に属する筑子国の分割によって筑後国と共に7世紀末までに成立した7世紀後半のものとみられる太宰府市で出土した最古の古籍木管に畜島妹国とある筑前国内に設けられた天皇の宮は次の通り太宰府政長後畜前国には大財府が置かれ 再海道諸国の統括と対外交渉が行われた。成長後は、太宰府市に所在。発掘調査により、7世紀後半から11世紀後半に渡る遺構が検出されている。国府は五家サ軍にあった。現在の太宰府市太宰府に近いところに置かれたと推定されるが、遺構は見つかっていない。駅林本の節要集には、上座軍に、国府並びに、 太宰と記載されている。筑前国分寺跡、国分寺、国分天寺の周辺では、画用の遺構も見つかっている。演技式内写廟僧者、一宮中世末期遺構は、箱崎宮を一宮とする資料も見られ、現在は箱崎宮も全国一宮会に加盟する。江戸時代には、北斗宮も筑前十五社の一宮と称された。二宮以下は不詳。 15分畜前種鎌倉幕府室町幕府戦国、大名豊臣政権の大名江戸時代以前江戸時代。ありがとうございます。